芸術科学都市の前景レミスフェリック、フェリペオージ科学博物館芸術科学都市は、スペインのバレンシアにある科学教育と芸術のための施設の複合体。1957年に大洪水を起こしたため、付け替えられ1980年に公園となったトゥリア、川の古い川床に、5つの印象的な現代、建築群が連なっている。設計者は、バレンシア生まれの建築家、 構造技術者サンティアゴカラトラバとマドリード生まれのメキシコの建築家フェリックス・キャンデラ。1996年7月に建設が始まり、1998年4月16日にプラネタリウムアイマックスシアターのレミスフェリックが開館した。2005年10月9日にソフィア王妃芸術宮殿が一般に公開されすべての施設が完成したが、 ソフィア王妃芸術宮殿の講演開始は2006年秋に連れ込んでいる。芸術科学都市は次の施設から成り立っている。バレンシア州が作ったこれらの施設はいずれもヨーロッパ最大級の規模を誇り、多くの観光客を集めている。芸術科学都市は大きな池に囲まれており、昼間から夕方にかけて市民の憩いの場になっている。フェリペ王子科学博物館の屋外にはバーが、 営業しており良いには賑にわう。ありがとうございます。